こんばんは。あよくね、えー、会話をしてると、初心者なんですっていう方いるんですよ。うん、初心者っていう方ばっかりですよね。で、今回はですね、初心者を簡単に脱出する方法を、また、またお知らせいたします。これむちゃくちゃ簡単です。初心者を脱出するには、ベテランになればいいんですよ。ね。ベテランになったら初心者じゃないでしょう。ここで終わったら、トンチみたいになっちゃうんで、じゃあベテランになるには何をすればいいかってことをお話しましょうね。ベテランになるには、 続ければいいいんでですすよじゃないですかで仮にですね、私は初心者ですと、3年間も初心者を毎日毎日やってますってい人います <laughs> ね、お笑いですよね。でもなんでね、何年そこにいても自分が初心者だとかね、自分がまだまだだというふうに思っちゃうかっていうと、いるだけでやってないんですよ。継続してやり続けるってことによって、その密度よくやりすぎることによって、 えー、経験時間というのがゲットできるんですけどもだいたいね経過時間に終わっちゃうんですよ、うん、例えば何かをね自分はフリーランスでやってますっていう方もきっとですね適当に休んで適当にやってるんですよねそういう風なねのんびりしたやり方でベテランにはなれないと思うんですよねんやっぱりこう一心不乱と言いますかね、うん、誰から見てもそれしかやってないよねっていう風になってこそだと思うんですよ Facebook を開けたら、久保哲郎ばっかりみたいなね。う、ま、ん、あ、Facebook すごいやってますねってなるじゃないですか。YouTube を開けたら、久保哲郎ばっかりっいや、YouTube の人ですねってなるじゃないですか。どうですかね ?YouTube をやったり、ブログを書いたりすると、自分の知り合いに、いつも出てるねって言われます。芸能人の方は、出てないのに、いつも出てます。いつも見てますって言われますよね。そのレベルでやんないと、ベテランにはならないと思うし、吉田さん言われてましたけども、 継続するとなんで信頼されるかっていうと継続することの大変さをみんな知ってるからなんですよみんなねあのー、折れやすいんですよね簡単にやめるんですよなんなんでしょうねうんなんかねその腰が座ってないっていうか残念ながら自分の人生をまだ生きていないというね何かに巻き込まれて何かに邪魔されて、えー、誰でもない誰かに怯えていると言いますかね。 まあ、へっちゃらになんないといけないんですよね傷つくこととかうんだから自分がすごくねあの大事ななんか尊重されて当然とかねもう王様かお姫様みたいな気持ちになるんですぐ傷つくんですよあの私なんて自分が最低の人間だと思ってますからねボロクソですよよくこの日本という国の人口の一人に数えられてるなぁとそれだけでも本当なんかすげえなぁと思うんですよね だから誰かと言い争いになったら、いや、あなたには叶わないです。あなたが正しいですよって。すぐ撤退です。<laughs> すぐ撤退ですよ。心の中で勝利すればいいんですよ、それはね。現実勝利すればいいんですよ。まあ、いつでも勝つことはできるんで、負けれる間は負けとこうかなっていう精神でもあるんですけど、ちょっとガム噛みながらすいません。えーっとね、なんか話戻すとね、まあ、続けていない人が多いから、 私レベルででも続いいてるる人間になるということなとうんですよだからそんなねめちゃくちゃじゃなくてもいいんでうーん、まあ私みたいな平凡なレベルで継続できればいいんじゃないかなと思いますけどねどうでしょうかねまあ吉谷さんぐらいにはねみんななってください吉谷さんに負けるな <laughs> 久保田さんに負けるな 私とさ沢さんは本当ね底辺の底辺の底辺で2人で特命やってますんで皆さんもっともっと上をいっていただきたいなと思います本当にあのー、素養は皆さんあると思います、うん、私はね昨日ねさ沢さん税理士さんのところに行ってきたんですよで税理士さんに一番最初に、あのー、税理士業務をお願いした時って当然ですけど顧問料払えなかったんですよねで2年間滞納してましたね 2年間滞納して、なんか2年前のを払ってたみたいなサイクルでずーっとここ10年やってきたんですよ。で、その頃のこと聞いたんですけども、初めて決算書を依頼された時に、大丈夫かこの会社と思ったらしいけど、めちゃくちゃじゃないかみたいなねで。すぐに消えると思ったらしいんですよ。どっこい、<laughs> もうとてつもないおことになってしまいましてね。昨日も税理士業務はあの、税理士相談はそこそこに3時間ほど別の話題で話し込みましたね。いや、YouTube ってのはすごいんですかとか。 与沢さんってのはすごいんですかとかね。川島さんってのはすごいんですかみたいな話で終始終わりましてね。私はその業界の話はもうね、ベテランですから、もう、面白い、お白おかしく喋らせてもらいましたよ。うん、で、その場でね、そう六本木ヒルズと検索して、ヒルズ族みたいなのあ、この人、うんうん、どういう人ですかつら、何回も会ってますよ、みたいな感じでね <laughs>、ってましたけどね。<laughs> そう、なんかね、私もね、この情報業界にいるだけで、こんなになりました。 はい。いいるだけでございます、うん。大したことはしてません。大したことはしてないんで、皆さんもできると思います。でまあ、逆に私レベルのことができなかったら、あの、尻尾巻いて逃げた方がいいかなと思いますよ。本当に。これは挑発的な言い方しますけども、私なんてほんとしょぼいんですよ。麻雀屋の親父ですからね。未だに麻雀のやつです。2015年までまた麻雀やってたわけですよ。つい最近ですよ。本当に大したことないですから、本当ね。うん。パッパパッと、踏み越えていってください、私なんて。 はいでは以上です。